はい。えー、テニスなジの白川です。えー、今日はですね、あの、テニスのね、あの、機能分析の指導ってやつですね。あれについてちょっとお伝えしていきたいと思いますね。あの、よくね、機能分析の指導って何ってこういう、こういうことですよね。あのー、まあ、簡単に言うとね、あのね、機能分析の指導というね、ひながだとか指導法があるわけではありません。あのー、なんですかね、簡単に言えばね、あのー、今までの、例えば、テニスの指導っていうのは、もう見た目、見た目のフォームね、例えば、 あの、ナダルがいてとか、フェデラーがいてって、どんな打ち方をしててとかいうのをね、そういうのを見て、あ、あ,あいう人が上手いんだとかいうね、その、まあ、ものまねじゃないけど、その形からね、あの、まあ、模倣してやっていったっていうところがあったりとか、それと、まあ、まあ、いや、こう、表のね、あの、動きのフォームね、こう打ってるからとか、ここをこうしようとかね、なんかそういう、どういうんですかね、あの、形的なところから、えっ、ー、と、指導していくっていうね、 あの、ま、今までの経験に基づく、経過分析の指導っていうのがね、ま、言ったら、あの、多くがその、なんていうかな、コーチの経験論に基づいてね、あの、指導されてきたということが、ま、非常にこう、多かったんですよね。じゃあ、その、機能分析の指導って一体何なのかっていうと、ま、それを唱えた人、おそらく日本では、リチャード・ショーンボーンさんだと思うんですね。リチャード・ショーンボーン博士ですね。えっと、それがですね、えっと、実際に、 日本協会のコーチ講師の中で導入されていってであのまず、えー、と定義としてはねあの表の動きを見るんではなくて体内体の中で何が起こっているのか見ていきましょうと、えー、いうことでしたですねということは前で、まあ、表の動きを見るんじゃなくて体の中で何が起こっているのっていうとこから見ていきましょうねという考え方とかん思ってもらえばいいと思います,ですね。ね あのなので、あのおそらくそのなんか変な動きだなっていうのがあったとした場合、あのその動きをね。例えばなかなかなんかこのこれねって打ってるとえず、ー、っとすると、じゃあこれをこう引きましょう。ってこう直すんじゃなくて、なんでああなるんだろう。っていうとこからこう考えたりするんですよね。もしかたら例えばあなん。例えば関節のどこそこの側のが動いていないなとか。 何々筋が弱いからそうなるのかな、な、なるのかなとかいうね、えー、そういう考え方していくんですよね。なので、あの子はここの筋肉が強いからこう弾けるけど、あの子はこの筋肉が弱いからこうなるのね、みたいなね。あの、そういうところからね、こう、あの、まあ、調べていったりとかするんですね。まあ、そこには最初は多分、あの、慣れてない人、 ま経験の少ない講師なんかはやっぱりねトレーナーとかね特に理学療法士とかねの助けをねあの求めるのが一番いいんですよね <laughs> なんでああ引くんだろうとかいうのね。<laughs> そのコーチの要望でね、どんな感じで動かしたいんですかってっまあ、こう弾かしたいんだけどって言ったら、大体その動きをすると、るとどこの筋肉を使ってるかわかんないじゃないわかるじゃないで、じゃあ変な動きって何なんですかってっ、なんかこうあの引いてるんですよって言ってね、あ、あじゃあ、これはどこそこ筋が強くてどこそこ筋弱いんですねって書いてね、こう、 答えをくれるんですよねで理学療法士って動作分析ができる人たちだからその辺詳しくわかるんですよね。だから私もそうやってして、その、何ですかね、あの専門家にね、相談してこう話を聞いて調べてきたいとかしたんですよね。 なので、あの、例えばテニスの、その、なんですかね、あの、体の中の作りとか、そんなのが分かんなくてもいいんですよ。分かんなくても最初は、あの、なんでああいう動きになるんだろうっていう、フォームではなくて、体内で何が起こってるんだろうっていうところから疑問を持っていくということが、あの、機能分析の、まあ、第一歩かな。で、分かんないことは、トレーナーとか理学療法士に聞くのは一番早いですよね。 でそこから勉強していくっていうのが一番いいと思います、ね、で機能分析のがのという指導がじゃあ完璧なのかってそうじゃないんですよ。例えば機能分析のもうプロっていうのはお医者さんですよね。 お医者さんのやってることとほとんど機能分析ですよね。あのもう体の中の、えっ、ー、と、機能をもう完全に学問として学んだ人たちだから、えぇ、ー、どの栄養がどうなってこうなってもう全部知ってるわけじゃないですか。ね。そのお医者さんでも誤診ってありますよね。まあ言ったらね。あの、この病気かなと思ったら全然違った病気だったというね。そんな感じで当然機能分析でも誤診はあるわけですよね。 ここの筋肉だと思ってたけど、実はこっちの関節に問題あったのね、とかっていうのがあります。なので、あの、機能分析っていう指導が完璧ではないんですよね。簡単に言うたらね。なので、外れることも、まあ、あるのは確かなんですよ。ただ言えることは、その、なんていうかね、表向きじゃなくて、体の内部で何が起こってるのかという,ふうの、あの、視点を持っていくということですね。そうするとね、あの、 例えば、まあ、変な動き方する人、あの、いますよね。なんか、走るときでもこう、ぐぬってぐぬってぐぬってこう、なんかもう走り方自体がもうおかしいみたいなね。だからそういうときに、あの、いきなりね、例えば今やったら、ちゃんと走りましょうみたいなことから始めるんでしょうけど、あの、やっぱりそういう時にね、なんでああいう動きになるのかなっていうところからね、あの、考えていくんですよね。で、そこでね、まずね、あの、 一番最初にね、基準となってくるのが、あのね、七つのコーディネーションっていうのね、あるんですよ。七つのコーディネーションから、ちょっと勉強していったら、その、糸口がね、だんだんつかめてきますよね。七つのコーディネーションですね。それと、やっぱりあと、あの、体のこの、作り、的なことですね、えー。そういうのをね、ちょっとあの、あの、わかりやすく、いろんなところの書籍を見るとあるんで、それううとこから見ていくとね、結構ね、あのー、勉強できたら、 あの動きの正体って分かってきますよね。で あのテニスのね、まあ、でもよく言う体のね使い方がいいとか悪いとかって言うじゃないですかで体のね使い方って何って言われたら、まあ、簡単に言うはねリズムねリズムっていうのはこの骨と骨の動くこのタイミングとかそういうふうなものがあってリズムですね骨盤と肩甲骨のリズムとかえ骨盤と腰椎のリズムとか、えー、と肩甲骨と上腕骨のリズムとかこの骨の動く動きがあるんですよねこれがまあ悪いともうほぼほぼ、あのー、なんかもう例えばもっとこう打つんだよって言われて。 はーいとかってこれなになってるとかねもう全然違うじゃんみたいなねだからリズム能力があの優れてる人はよくねあのモノマネ上手いって言うでしょなのであのやっぱりこの本来も神様がね人間を設計した通りの,これあの動きるタイミングになってるからいいんだけどこれがま生活習慣でこうおかしくなってる人っていうのはもう教えれば教えるとおかしくなっていくから。 なんで動き悪いなって言ったらね、大体リズム能力に、ね、疑えばね、結構ね、分かってきますね。なんかリズムって言うとなんか、あの、動きながらタンタンタン、ハイとかやってるのをリズムと思うけど、あれはもうボールに近づくのリズムだから、体の外のリズムですよね。あのー、でも体の中のリズムがあるから動くね、えー。そこから着目していくって、まず、あの、体のリズムね、リズム能力ね。 ええと、それともう一つね、えっ、ー、と、あの、あるのは反射ってなりますね。反射っていうのは、あの、例えば手をこう出したらこう動くとかって、こういう自然に動く動きありますよね。まあ、あの、お医者さんから言えば、あの、そんな簡単なもんじゃないって、あの、片付けられるかもわかんないですけど、まあ、テニスの指導の中でまとめていけば、あの、手をこう動告したらこっちはこう動くっていうね、あの、なんていうんですかね。 あの、その、なんかこう、動きがあるんですよね。まあ、ここはちょっと、今回省きますけどね。あの、そういう反射ですね。それが、あの、正しくできているかどうかっていうとこですね。 えー、それと連結っていうねあの体の動きの中であの自然にそのあの使った力がねこう正確にこう運動連鎖として、ねあのー、伝わっているかっていうね例えばこの筋肉からこの筋肉つってこの筋肉いくっていうねこの順序があの伝わっていくか、まあ、その順序がうまく使っていくためにはまず骨のリズム能力がちゃんとできた上でないと連結はできないんですけどね結構だから、ね、根本的な、ね、リズムにまずいきますよねでリズムにいってそれから まあ言うたら、あのー、ええー、連結反射ですね。反射もこれ影響しますから、連結反射に、ええー、あの、たりつくと。で、もっともっと突き詰めればね、こういうね、姿勢に行き着いちゃうんですよね。またね。 えー、またそういうのをね、ちょっとまとめてね、教材今作ってるんで、ちょっとまたね、作ります、作ります。こん、こん、9月のね、今月のね、所詮にできる予定がね、ちょっとまた作り直しちゃってからね、あの、長くなってるんだけど、また発表しますけど、あのー、まずそのいう動き作りをね、あの、しっかり、あの、なんていうかね、えー、していく,いくとですね、あの、テニスで上手になっていくんですね。 えー、その動きづくり何っていうとそういう体の中のね内部で何が起こってるかということですねそういうとこからねあの見ていけばあのなんていうかねあのまあ話戻しますけど元々ね、なんか動きの悪い人でしょ走ってもなんかこんなにこんなになってるとかなんかここぐらいになって打ってるとかっていうねああいう人たちのゲームもねだん,だん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 見えてきますまたあの、えー、関節柔軟性ねあれもそうですよね関節が動かないがためにそのなんて体の中の、えー、どういうんですか制限があるから動かないっていうのがこうあるんですよね そんな見方をしていくとね、あの、なんて言うんですか、あの、内部から見るから、根本の原因直そうとしますよね。わかんない人はどうしてもね、その表向きのね、形から直そうとするからね、そこにね、あの、なんかね、失敗が生まれてくるんですよね。こうしろって言ってるのにいつもこうなるんですよ。だから、こうなって、これないって打ってるんですね。なんかね。一体何してんだみたいなね。でも最近ね、あの、私もそういう話をよくするもんだから、あの、保護者の中でもね、そういう見方するようになりましたよね。やっぱりうちの子、股関節がダメよね。あそこなんて とかしないとうまく動けてないわねとかね。やっぱり視川コーチあの場合はどこそこの関節があの硬いからかしだとかね。なんかねすごいねなんかめちゃくちゃあのね勉強してね分析してくれてね私に提案してくれるんですよね。おおだっ,ってねやっぱりねそこまでねあの見てくれるようになるのとねやっぱり話がねこう早いですよね。あのー、やっぱり誤解がねそのだん,だん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 こうなくなっていくんでねあの技術的なことがね分かっていくと。 もう形とかフォームとかになっちゃうていくとね、もう結局ね、あの、ここダメだからあっちのコーチに教えてもらおうかしらって、こっちのコーチにこの打法を教えてもらおうかしらってね、あそこのコーチはこんな打法だけど、あっちの向こうはこんな打法をしてるとから向こう行こうかしらって、もうこんないになっちゃったよね。<laughs> 全部くっつけりゃいいってもんじゃないんだけど。でもさそういう人はやっぱり関節かなとかね、なんか柔軟性かなとか言ってね、じゃあこの辺ちょっとトレーナーに聞いてみようとかね、なんかそんな話になってくるからね、あの非常にこう話がこう早くなってきましたよね。まあ しまとめますけど、まあ、機能分析の指導というのは、えー、機能分析という、あのー、指導の仕方があるわけではないです、ねあのー、その変な動きの原因は、えー、体の中のどこに原因があるんだろうと、ね。あのー 表の動きを見るんじゃなくて、体の内部を見ていきましょうと。そこから探求していこうね。ねで、わかんない人は、あの、やっぱりトレーナーとかそういう人に相談しながらね、えー、やってもらった方がいいです。そっちの専門は、ね、おそらくトレーナーとか理学療法士とか、そっちの方が、まあ、プロになるのかなと思いますね。で、また自分で勉強したい人は、ちょっとまた概要欄にも言っときますけど、あの、 えー、体のムーブメントのね、あの本とか、いろんな文があります、えー。か、あと7つのコーディネーション、あとコンディショニングとか、ああいうのをね、ちょっとね、自分でね、パラパラっと勉強してもらえば、あの、アマゾンの方のでね、あの、えっ、ー、とね、一応ね、あの、立ち寝ができるページがあるから、ああいうのから、で、自分に合ったのをちょっとググっていってもらえばね、見つけれるんじゃないかなと思うんですね。そういう知識があって、 で、体の中から、あの、見ていこうというね、見方をすればね、いろんな原因が見えてきてね、面白いですよ。ですね、えー、それがね、一応、機能分析の指導と、えー、いうことなんでね、皆さんもぜひね、ちょっとチャレンジしてみてください。ですね、えー、ということで皆さん、頑張ってください。